皆さんこんにちは、とりすけです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日も監禁中の続きをやっていきたいと思います。前回ですね、怪しげな感じで終わったので、まあ次もさらに謎が深まる、もしくは謎のね解決の糸口が出ていくんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきましょう。チャプター 5.5 刻んでくるね。 5.5 疑惑。土曜日午後18時、この先の角を曲がればすぐに映画館に着く。けれど映画館を目前にして私は駅で立ち止まってしまった。今空モードってことかな。はいだ。今日の待ち合わせは映画館の前ね。18時だよ。うん、わかった。ごめん、先に映画館に向かってて。いいよいいよ、待つって。ダメ、待たせてるの気になるから先に行ってて。わかった、急がなくていいからね。はいはい、まあ、前と同じ内容のそらしてんね。やっぱりこのまま会うのは違う気がする。退院後の間に私は違和感を感じていた。何かあった？そう何度も聞いたけれど何もないらしい。もしかして何か言えないことがあるんじゃないの？一度そう思い始めるとモヤモヤしたものが胸に渦巻いて仕方なかった。肺に違和感を感じるの私だけ？うん、きっと。月野も感じているしょ？月野も違和感を感じている。いつも一緒にいる月野も、肺に違和感を感じているかもしれない。さあ、月野連絡だ。どうした？空。月野、あのね？はいはいはい。何が違うの？どういうことなの？若干の後ろめたさと、得体の知れないざわつきを胸に抱え、映画館とは逆方向にひた走った。5-1疑惑クリア。どういうことなんだろう。退院後からしか始まってないからわかんない違いが。まこと。さ、市立総合病院、ここだよね。そこは、ハイダが入院していた総合病院。私は、ハイダの違和感の原因が入院期間中にあると踏んだ。そして、空。月野、急に呼び出してごめんね。電話で月夜に経緯を話すと、病院で会おうという流れになった。はいだ、退院してから変だよ。担当直に切り出すと、月野は小さく首を縦に振って口を開いた。ただ、どこがどう変かと言われれば、具体的じゃないけどな。つまるところ、月野もはいだに違和感を感じているということ。だよね。何も相談してくれないし、入院中肺の身に何かあったんじゃないかって。落ち着け、入院中何かあったか、それをここに聞きに来たんだろう。席を切ったように喋り出す私を止めて、月野は受付を指さす。見ると今にも受付しおりの札が下ろされようとしていた。すいません、待ってください。さあ、何があったんだ。受付で聞いた話に私と月野は口を揃えて聞き返していた。ハイダが入院していない？はい、ハイダさんというお方の入院歴はありませんね。ハイダの入院履歴がない。入院していないって、じゃあ、ハイダは俺たちに嘘をついたってことだ。でも、嘘までついて一週間何してたって言うんだろう。わからないけど、俺たちに言えないから嘘をついたんだろう。何か隠してるのは確かだ。隠し事？まさかあいつ浮気？いや、ハイダに限ってそれはない。当たり前でしょ？ああ、あいつにそんな度胸はない。度胸があればするみたいな言い方しない。とにかく、隠し事を本人の口から割らしたいが。うん、お前なんか悩んでない？人に言えないこととか。相談乗るから言えよ。え？この間から何なんだよ。悩みなら、ここを出られないのが悩みなんだけど。それ以外でだよ。俺には隠し事すんな。どうしたんだ、月野。何もないってば。うん、まあまあ、前回のLINEのやりとりね。俺にも勇気がないとは水臭い。ハイダの違和感は、心配と不信感の間で揺れ動く感情に変わっていた。なあ、ハイダの家に行ってみないか？ハイダに会うなら映画館に。違う。ハイダが映画を見てる隙に、ハイダの家を調べるんだ。
勝手に入るってこと？思い出せ。だってあいつ。あ、じゃあ、ハイダの家は一番ここから近いし、ハイダの家で二次会しない？ハイダもその方が楽でしょ？いや、俺の家は困るよ。散らかってるし。今さら気にしねえよ。サヨが言い出しっぺなんだから、サヨんちでいいだろ？自分の家に入られるの嫌がってた。あ、確かに。でも、ハイダのこと気にならないのか？そりゃ気になるよ。ハイダのことちゃんと知りたいし。でも、ハイダが帰ってきて鉢合う可能性だって。その心配はない。そう言って月乃がスマホを突き出してきた。ここで竹内か。お前映画館スタッフだったよな。ええ。空曰く、ハイダが映画館にいるらしい。映画館から出さないように足止めしておけ。そんな無茶ですよ。この後も仕事があるんです。ああ、お前が監禁しただなんて、お前の親さんが知ったら残念があるだろうな。そう、それだけはやめてくださいと言ってるでしょ。あなたの指示通り、ハイダ君が困った時は協力してきましたが、今度は邪魔をするんですか？真逆の指示ではないですか。これだって周り守って、ハイダのためだ。で、お前は社会的死を選ぶのか？わかりましたよ。やりますよ。まったく、あなたが脅しなんてする方だとは思いませんでした。なるほど、竹内はこれで協力をしてたのね。ハイダはまだ映画館にいるか？ふ、足止めは完璧ですよ。何せ、コーラに睡眠薬を混ぜておきましたから。そこまで知らとは言ってないだろ、バカ。ひぃ。やりすぎなんだよな、竹内。病院に来る前、竹内にはハイダの監視をお願いしておいた。今頃あいつは夢の中だ。なるほど、だから寝ちゃってたのか。あー。なかなか月乃ってえぐいね。それにしても準備良すぎない？ハイダがあんまり強情だからな。遅かれ早かれ、いつか調べてやるつもりでいたんだ。空からハイダが映画館に向かってるって聞いたとき、部屋に入る絶好のチャンスだと思ったよ。月乃は不敵に笑うと、私の返事を待たずに出口に向かう。だから俺は空が行かなくても行く。あいつの隠してることはっきりさせてやる。まあ、これは月乃についてったんだろうね。待って、私も行く。どうなるのこれ。何があるの？ハイダの家に。なんだかんだついてきちゃったけど、どうやって入るつもり？抜かりはない。やばいな、こいつ。一度これでハイダが脱出に成功しているし。ピッキングか。まあ確かに月乃から教えてもらってるからね、ピッキングはね。月乃って裏稼業をやってる人？な、失敬だな。カチャ。入れた。月乃がムッとしたタイミングであっさりと扉が開いた。これはプロですわ。プロですね。こんなサクッと入れるなんて。5の5のに嘘。クリア。さあ、よし、手分けして調べよう。何か見つけたらすぐに行って。何も見つからない方を願ってしまうけど。あ、何？し。叫びかけた私の口を月乃が手で覆う。あ、これはさっき、あれか。なんか床下に閉まわれてる。はい。わかんなくなってきたぞ。絶えず鳴り続ける物音に身をこわばらせ、視線だけをさまよわせる。何かいる。何かって、動物？あいつの隠し事と何か関係があるかもしれない。はい。部屋の奥の方から聞こえる。サーチスタート。これって、あれだよね。偽りだかの最初であった、こう床の下に隠されていたってことだよね。どういうことなの？わかんなくなってきた。はい。それではですね、本日はここで終了にして、次回、まあ、何があるのか、それをですね、突き止めていきたいと思います。はい。またよければね、次回ちょっと真相が明らかになると思いますので、よければご視聴ください。はい。ご視聴ありがとうございました。